はこのまま終わるのはちょっと気が引けるので、もう一回なします。じゃなくて、二回。奪い野郎、私この状況判断のうまさ。エンディング、今回エンディング1やったんですけども、前回っていうかあれね、エンディング2はこのままのまま昨夜との戦闘に負けると終わりです。一応バッドエンドです。これもでもエンディング1の方のバッドエンドよりはマシ、まだ元の世界に戻れるだけ でエンディング3が C のエンドです。なんで今回、リトルエンド見ていきたいと思います。リトルエンドは、これです。OK。で、次昨夜イザユルはイザユルだろうか。イザユルなんですが、これは時計が12時までしかないから、で16でしょ、求めてるのは。だから12たす16は差し引き4の4ですね。なので4時です。簡単だね。あとはいつも通りウォーズキを倒すだけです。ちなみにこのアイテムを入手したからといって昨夜に曲げるとエンディング2になります。あ、間違えた、こっちやだよ。こんな時に出てこんとってな。